わき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 ペルコです。パンチマンさん、ハッピー。最新のガジガジ紹介でございます。さあ、それではやってみましょう。はい、参ります。今回は誰がどうでしょうかね。今回はこちら。見えない。開けていいですか。開けられますか。サンタちゃんが苦手なカプセルですね。もう映えてます、はい、やっぱサンタちゃんこれが苦手なんですよ、はい、これはなんかお猿さんにちょっとね、開けそうですね。そうだね。嬉しい。真っ赤、中が真っ赤。今回ね、本当に見つけるのが大変です。バンダイから明治チョコレートポーチ。かわいい。かわいい。これあのバレンタイン付近にいたんですけど、ホワイトデーで使えるかなと思って、ハイメイク、まあ、まあシャープくらいちょうど入るくらいかな、はい、まあ化粧ポーチ、化粧ポーチ全然使えますね。これでしょ。すごいいいデザインですよね。はい、これあのミノポーチね、いろいろあるんですけど、うん、台紙が白黒なんで色わかりません。シークレットなんですよ。なんだろう、シークレットは、画像は多分出していけないと思うんですけど、なんと中身はチョコレートです。わー、そうなんだ。板チョコが、ポーチになってます。かわいい。ホワイトチョコレートですね、これはハイミルクチョコレートかな、はい、はい、でミルクチョコレート、ブラックチョコレートね、明治さんとバンダイのコラボレーション、はい、センスがいい、ね、昔だったら考えられませんよ、企業同士のコラボレーションは。そうなんだ。あ、ね、もう明治がなんか違うメーカーの名前になってますよね。ずらすっていう、はい、してくれてる、はい、そんなわけで、はい、パワーで収束、ね、すごいいい着眼点だな、可愛いデザインですね、はい、やばくす、ワクワクします。そんなワクワクして皆さん、チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。これは判断が持ってられるな。これはちょっと、いやいやいや、おい回ってるバリ